ポーは、フランス南西部、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ピレネーアトランティック圏の県庁所在地である、ピレネー山脈の渓流ポー川沿いに位置する。同県では最も人口が多く、また旧アキテーヌ地域圏では2番目に人口の多い都市だった。2012年の人口は78,506人。近隣都市を含めた人口は、約18万人、ポト圏には、 約22万人が住む。必ずしも明らかではないが、見張りのための砦が築かれたことから、奥語の杭を意味する、ゴパルにちなんで命名されたとされる。ポー四1464年、ポーはベアルン地方の首都となった。フォアハクガストン3世が、ポー城を改築、後、フランシスコ一世羅ナバラ王家の人々の居城となった。16世紀には、 マルグリット・ダングレームがこの城で暮らし、その娘のジャンヌ・ダルブレはこの城で後にアンリィ4世となる男児を出産、ベアルンの古式にのっとって、唇にニンニクを当て、ジュランソンワインを塗る洗礼を行った。初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーをはじめ、ポーはイギリス人に保養地として愛され、ヨーロッパ大陸発の本格的なゴルフコースやテニスコートも作られた。主な産業は、 天然ガスの採取、機械工業、食品加工業である。ポー大学の本部がある。古い都市であり、フォアグラ、カモのコンフィ、カスレ、プールオポ、ガルビュールなどの名産品や名物料理でも知られる。ポーグランプリ。画像は、ホルテックモータースポーツチームの F3 カーに乗るイエルマー、バーマンコースマップ出展、1999年まで、LDH、イヘス、カシニー、 2004年以降は NSEE。ありがとうございます。